コバンソウは、イネ科の普通に見られる雑草の一つ。コバンに似た形のコボをつけることから名付けられた。コバンソウは単子用植物イネ科コバンソウ属の一年生植物である。日本では雑草として見られるものの一つで、その中では、やや大きく扁平で、コバン型のコボが目につきやすい。草丈は10から60センチメートル程度になる。茎は直立し、根元はやや匍匐する。 葉は細長く、長さ5から10センチメートル、幅3から8ミリメートルで毛がなく縁がザラつく。端端は丸く毛がない。夏に茎の上部にまばらに数個のコボのついた、先が垂れる塩水果樹を形成する。コボは細い枝で垂れ下がり、卵形から楕円型で、長さ1から2センチメートル、幅1センチメートル以で、8から18個の小花で作られている。小は、 左右から扁平だが輪片は、膨らんで、厚みがある。一帯の包み絵のみやや濃く色づくが、他の森絵は淡い緑色から成熟すると、高褐色に変わり、光沢があって美しい。和名はこれを小判に見立てたものである。別名に、俵麦があり、これも膨らんだ小母の形を俵に見立てたものである。ヨーロッパ原産で、日本には明治時代に鑑賞用に導入された。 気化植物である。日本では本州中部以南に分布し、世界ではヨーロッパ、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの温帯地域に分布する。沿海地の畑、道端、荒れ地などに生育し、日当たりのいいところを好む。乾燥に強く土壌の質を選ばない。同族の姫小番装 B マイナー L がある。形態的には似ているが、 コボが長さ4ト、mm、ルほどと、はるかに小さく、またはるかに多くのコボを一つの果女につけるため、外見的には大きく異なる。やはり雑草として、広く見られる。また、スズメの茶匹族に、ニセコバンソウ、ブロマスブライジーホーミスフィッシュ、イメイ、があり、やはり大柄なコボが大きくて、やや膨らんで垂れ下がり、やや似ている。しかし、森への先端が尖り、わずかに野木がある。 観賞用に持ち込まれたもので、現在も栽培されることもあり、その後はドライフラワーとしても利用される。ただし栽培一出により入手として広く見られ、普通の雑草である。ありがとうございます。